辻井さんの演奏にウィーンの聴衆は惜しみない拍手を送り続けました。割れんばかりの拍手、それは音楽家への最高の賞賛です。そして止むことのない拍手に応え、辻井さんはアンコールを披露することになりました。選んだ曲はリストのラ・カンパネラ。
再び聴衆は辻井さんに割れんばかりの拍手を浴びせました。